どうも、チョロです。ポケガの PVP の動画を上げております。今回ですね、ルカリオ・マリリリ・フライゴンっていうパーティーで、ファンタジーカップ潜っていこうと思います。で、1戦目なんですが、相手がマリルリですね。これは、まあ、あんまり嬉しくはない対面なんですけれども、まあ、かといって裏のポケモン、どうだろう、マリルリ投げても良かった気はしないでもないんですけどね。まあ、とりあえずね、もうルカリオは、まあ、突っ込むしか芸がないと思ってるので、まあ、突っ込んでいこうかなと思います。とは言いつつね、シャドーボール入れたんで、ちょっと後ろには下げたんですけれども、まあ、相手が技打ってきてくれましたね。これは良かったっすね。ここ、溜め引きされるとね、ちょっとね、めんどくさかったんですけれども、まあ、打ってきてくれて、しかもハイドロポンプなんで、これは、かなりいけてるんじゃないですかね。あとは相手がどういう動きをしてくるかなんですが、ただまあ、そのまま突っ込んできてるってことは、ルカリオに強いポケモンがいるのかな。まあ、シュバルゴとか、まあ、そういったのがいるのかもしれないですね。だとしたらちょっとめんどくさくはあるんですけれども、まあ、とりあえずマリルリを処理できるのはマリルリしかいないんで、まあ、頑張っていこうかなと思います。で、まあ、突っ込んでいくんですが、まあ、相手が打ってきた技がハイドロポンプってことは、これあれなんじゃないかな、レイビタハイドロポンプ型なんじゃないかな。多分そうだと思いますね。うん。だとしたら、まあ結構ね、マリルリで押せるんじゃないですかね。ここはもう泡だけで倒させてもらって、まあゲージを溜めた状態でね、裏を迎え撃てるんですけれども、まあ出てきたポケモンが、シュバルゴかな。なんかシュバルゴっぽいっすね。ちょっと、まあ、ちゃんと見えなかったんですが、まあ、とりあえずハイドロポンプ打てばシールド剥がせるんで、まあ、それでやっていこうと思うんですけれども、まあ、張ってきましたね。いや、シュバルゴじゃないか、ニャイキングか。ニャイキングだったらあれっすね。ルカリオ投げちゃっていいですね。で、相手が最後投げてきたポケモンが、なんだっけ、バクガメス。まあ、バクガメス相手には、あいつ、フライゴンが強気に出ていけるんで、これはいただきなんじゃないですかね。竜の波動を覚えてなければ結構押せるんじゃないかなと思います。で、相手の、ニャイキング。あいつも、まあ、そんなに耐久力あるポケモンじゃないんで、まあ、ドラゴンクローで押しちゃっていいんじゃないかな。だけど、まあ、突っ込んでいって、で、相手が技打ってくるんですけれども、まあ、竜の波動だったらね、ちょっとまずいんで、シールド貼っていって、で、ちょっと起点もらって倒していきたいですね。相手としては、バックガメスにシールド貼ってくんのかな。うん、なんか貼ってきそうな気はするんですけれども、まあ、とりあえずここで、ドラゴンクロー打っていって、うん、まあ、貼らなければ倒せますし、まあ、貼ったら貼ったらタイミング維持できるんで、まあ、いいんじゃないかなと思います。あ、貼ってこなかったですね。ということは、ニャイキングにかけてくるって感じだと思うんですが、これはもうドラゴンクローでいいんじゃないかな、この HP だったら。まあ、適当なところでマリルリ投げてしまって、あとはマットショットとドラゴンクローで削り入れるって感じで、なんか勝てそうな気がしますね。うん。まあ、インファイトとか食らわなければ、まあ、いけるんじゃないですかね。だけど、まあ、ちょっとだけゲージ溜めていってマリルリを投げていったんですけれども、まあ、相手はゲージ吐かなきゃいけないですよね。まあ、イカサマなり、草分けとか覚えてるのか、最近は。そうですね、草分けですね。まあ、草分け打ってきたんですけれども、ちょっと調整してきた感じかな。まあ、でも OK でしょう。こっちはシールド残ってますし、まあ、マットショットとドラゴンクローのコンビでいけるんじゃないかな。だけど、まあ、ドラゴンクロー打っていって、まあ、ニャイキングはそんなにね、耐久力あるポケモンじゃないんで、まあ、これで倒しきれるんじゃないかな。あ、ギリ残りましたね。まあ、でもマットショットで持っていって勝ちでしょう。うん。大変ありがとうございました。うん、ニャイキング草分け覚えたんですよね、そういえば。うん、なので、まあ一応マリルリとかにも弱点つけるようになったのか。で、まあ次の対戦なんですが、相手がエアームロということで、これはもう突っ込んじゃおうかな。なんか、もう突っ込むしかないですね。しかも最近のエアームロってこう、鋼の翼型なんで、うん、なのでまあ、ルカリオは一応あれなのかな。今一つできることができるのかな。で、こっちはもうどんどんグローパンチ積んでいって、うん、で、もう無理やり押していく感じにしようかなと思います。ただ、こっちはこっちでね、ゴッドバードも食らえないと思うので、うん。なので、もう火力でもうゴリゴリ押していく。シールド貼って火力でゴリゴリ押していくみたいな感じで戦っていこうかなと思ってるんですけれども、どうすかね。うん。まあ、ルカリオの火力であれば、まあ、ガンガンいけるんじゃないかな。しかも出してきたのはナットレイだったので、これ、鋼3枚構築とかなのかな。だったらもうルカリオを大事にしてしまえば、なんか勝ちきれそうな気はしますね。もうどんどんグロ積んでいって、うん、やってしまえばいけると思います。だけど相手がここでね、パイプ打ってくるんですけれども、まあ、ルカリコの耐久力だとね、ちょっときつそうなんで、まあ、これシールド貼っていって、で、あとは、まあ、グローパンチじゃないや、カウンターだけで持っていけるかな。そうですね。まあ、2回積んでいるんで、うん、まあ、これはもう全然いけますね。3回積みましたっけ？ちょっと今見てなかったんですが、うん、まあ、でも OK でしょう。なんか相手の動き見てると、ちょっとルカリ重そうなんですけれども、最後どうかな？出てきたポケモン、シュバルゴか。まあ、シュバルゴ相手だったら、まあまあ、いけるんじゃないかな。うん、もうルカリオでも、押せ押せでいっちゃって、無理やり強行突破みたいな感じでね、やっていこうかなと思います。というわけでね、まあやっていくんですけれども、もう一発打てたらラッキーなんですが、もう一発いけましたね。うん、これでさらにシールド剥がしていって、うん、で、あとはあれかな、マリルリとフライゴンで詰めていけば勝ちだと思うので、うん。まあ、OK だと思います。しかもこれ入ったんでね、うん、これはもうかなり、押せますね。で、まあ、ここには、マリルリかな。うん。フライゴンだとちょっと耐久力、あ、フライゴン投げましたね。うん。フライゴン投げるんだ。まあ、フライゴン捨てたって感じかな。うん。
でも相手がドリルライナー打ってくるんですけれども、途中であれ投げてくるんじゃないかな、エアームド。多分エアームド投げてくると思うんですよ。でもそこにはドラゴンクロー打っちゃっていいですね。まあドラゴンクローでもいいのでダメージ取ってしまえば、その後、あれですね、あの、マリルミの泡で持っていきますし、うん、相手の、なんだ、逃げたシュバルゴは、多分あの、なんすか、フライゴンで詰めていけるんで、まあこれは勝ちですかね。だけで相手が、諦めましたね。大戦ありがとうございました。やっぱりね、ルカリオはね、もうあの、なんだろう、グロー積んで、もうゴリゴリ押していくっていうのが楽しんでね。まあ、それで、あの、相手をボコボコにしたって感じですかね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がピクシーということで、まあ、ここにはね、あの、他のポケモン投げられないんで、まあ、マリルに投げてったんですけれども、まあ、でも悪くないんじゃないかな。そのまま突っ込んできてくれてるってことは、まあ、マリルリーがちょっときついのかなって気もしないでもないんで、うん、まあ、様子見ながらやっていこうかなと思います。で、相手がここで打ってきたのムンフォでしたね。で、引き先がエアームドということで、まあ、エアームドはもう、あれっすね、もうルカリオでボコボコにしていこうかな。まあ、そんな感じでやっていこうかなと思います。で、ハイドロポンプが入れば、まあ、結構いいダメージ取れるんで、うん、まあ、いいダメージ取れましたね。で、相手はゲージを吐かないと、マリルリ倒せないんじゃないかな。うん、そうしなければこっちのジャレが先に入ると思うので、まあ、いけると思うんですけれども、これはもう受けちゃっていいっすね。もうルカリオでガン起点もらっていって、うん、で、まあ、ピクシーもろともね、あの、ボコボコにしていこうかなと思います。だけで、ここには、ルカリを投げていって、で、ガン起点もらっていって、できればカウンターだけで行きたいんですけれども、行けましたね。うん。で、まあ、おそらくピクシーが戻ってくるんじゃないかな。で、ここにはどんどん、グローパンチを打っていくんですが、まあ、相手がね、回転早いとはいえ、シールド2枚持ってるんで、積みまくったらかなりいけるんじゃないかな。もう無理やり、もうゴリ押す感じですよね。うん。で、またここで積んでいって、うん。で、相手がどんどんね、まあ、ゲージ溜めてくるんですけれども、まあ、シールド2枚持ってるんで、まあ、相手がどこで張ってくるかっていうラインにはなりますよね。で、まだ張ってこないのか。まあ、まあ、受けられるんで、そうですね。で、こっちはこっちで張らないと、コメットパンチでも結構痛そうなんで、もう張ってね、無理やりゴリゴリ押していくって感じですかね。相手がシールド張らなかったことをね、後悔させるような感じで、無理やりゴリ押していこうかなと思います。というわけでね、またここでグロ積んでいって、まあ、これで3段階積んだことになるので、この後、まあ、相手のゲージ技間に合っちゃうんで、まあ、シールド貼ってしまえば、まあ、3段階積んだルカリオ、まあ、裏のポケモン次第なんですけれども、かなり押せるんじゃないですかね。うん、で、相手がここで打ってくるんですが、これムーホまで溜まっちゃってるんで、ここで攻撃弾とか引かれたらね、ちょっとね、せっかく積んだ分が1個なくなっちゃうんであれなんですけれども、まあ、引かれなかったんで、まあ、全然 OK ですね。で、最後出てきたのが、バクガメスということで、まあ、ここ相手にね、シャドーボール打つことはちょっとできなさそうだったんで、もうあれですね、なんだ、グロパンチでいいので打っていって、で、張ってくれたんで、これ張ってくれたからには、あれかな、フライゴンでなんとかいけるんじゃないかな。相手が竜の波動を覚えてるかどうかってラインだと思うんですけれども、うん、まあ、でも竜の波動一発なのかな、フライゴンって。ちょっとわかんないんですが、まあ、とりあえずここでドラゴンクロウを入れていって、で、残った HP をマットショットで削っていって勝ちかな。これがあれですね、竜の波動じゃなければ、うん、いけるんじゃないかな。まあ、竜の波動だったとしてもギリ耐えるんじゃないかな。どうだろう。ラスカでしたね。うん。対戦ありがとうございました。これはもう勝ちですかね。うん。うん、どうなんだろうな。竜の波動ちょっと耐えないかな。フライゴンの耐久力だったら。なんか耐えなさそうな気がしますね。ドラゴンクロウで相当入るんで。うん。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がアローラサンドパンということで、これはあれです。圧倒的ですね。で、引き先がマリルリということで、まあ、マリルリに対してね、まあ、すぐ追えないんでね。まあ、ちょっと、うん、シャドボ打ってね、様子を見ていこうと思うんですけれども、まあ、ここにはあれですかね、まあ、マリルリこれ入れたら投げていくって感じになりますかね。うん、で、まあ、入ったんで、まあ、マリルリ投げていって、で、アバコミで、あれかな、ジャレでいけるんじゃないかな。で、相手がジャレついてくると思うんですけれども、まあ、こっちはね、ご覧の通りの、HP の差なんで、まあ、全然戦っていけると思います。というわけでね、まあ、そのまま突っ込んでいって、で、これあれっすね、ジャレ当てた後の泡で倒せそうな雰囲気ありますね。まあ、そこまでできるんだったら、こっちとしてはかなり有利だと思うんですけれども、まあ、とりあえず同発取っていって、で、相手のね、HP 残るんで、まあ、そこから起点もらってね、で、裏のアローラサントパンに、ハイドロポンプ、うん、打っていこうかなと思います。まあ、間に合うかどうかなんですが、どうだろう、ハイドロポンプ打たなくても、ジャレでも十分ダメージ取れそうな気がするんですけどね。まあ、ルカリオでボコボコにできるんで、まあ、どちらにしろ戦えるかなと思います。だけで泡で起点をもらっていって、で、ハイドロポンプまで打たせてくれそうですかね。あ、これいけそうですね、ハイドロポンプ。なので、ハイドロポンプ打っていって、まあ、ここでシールド剥がすか、まあ、大ダメージっていうところ迫っていくんですけれども、まあ、ルカリオの姿見てるんで、相手は張れないんじゃないですかね。とか、張る必要ないんじゃないですかね。うん、まあ、受けていって、で、こっちを倒すためには、ゲージ吐かなきゃいけないと思うので、冷凍パンチでやってくるんじゃないかなと思ったら、もうここでルカリオ投げましたね。ちょっと起点にされるの嫌だったんで、まあ、シールド1枚使ってでも、こいつを倒していくっていう、まあ、そういう感じだと思います。で、相手のピクシーじゃないや、プクリンでもないや、マリルリ
はゲージ結構溜めて後ろに溜めずに下げたかな。なので、まあ、いけるんじゃないですかね。で最後出てきたのがちょっと厄介なの出てきましたね。これうんちょっと厄介だな。うん出れんねか。うんまあ相手も電気ショックだけで倒しに来そうな顔してますよね。うんでもうこっちはもうあれ構わずグローパンチガンガン積んでいって、まあ、無理やりゴリ押すって感じですかね。で、相手がここで、ゲージ入ってくるんですけれども、これはもうしょうがないですね。あったところで、まあ、この後のフライゴンが相手のジャレでやられちゃうんで、まあ、腫れないですよね。で、まあ、そうなってくると、まあ、フライゴンがこいつに対してどれぐらいやれるか、まあ、あとはブラフにシールを貼らないで戦えるかどうかってラインになってきますかね。で、まあ、もうドラゴンクロー打っていきましたね。まあ、もう、あれですね、熱さまで溜める余裕がなかったって感じですかね。まあ、交代券も回したかったし、うん、まあ、そういう感じだと思います。で、まあ、ドラゴンクロー打っていって、まあ、バレてるんで張ってこないんですけれども、まあ、ここでマリルに投げていって、で、ジャレ打てたんで、まあ、これでとりあえずシルルを剥がすことができたんですけれども、まあ、あとはもう、本当あれですね、こちらが相手のジャレにシルルを貼れるか貼れないかっていうラインになってきますね。こうなってくると。うん。まあ、結構貯められちゃったんでね。うん。まあ、ここでどっちを打ってくるかって感じだと思うんですけれども、これは放電にかけたんじゃないかな。放電にかけて、受けていった感じですね。で、まあ、実際放電だったんで、うん。まあ、この後相手がジャレ打ってきたとしても、もうあれですね、相手のゲージ間に合わないんで、うん。これはもういただきだと思います。だけど、ま、これシールド貼っていって、うん。で、もう諦めるんじゃないかな。うん。もう間に合わないですもんね。うん。諦めましたね。対戦ありがとうございました。最後はね、賭けにギリギリ勝ったって感じですかね。もうルカリオで本当に無理やり押していくのが、もうルカリオ使ってる時のパーティーなんで、パーティーというか戦い方っていう感じなんで、まあそれがハマると本当楽しいですよね。で、まあ次の対戦なんですが、アロさんからまたまたマリルリに引いてきて、まあすぐ追えないんでね、まあちょっとね、まあシャドーボール一発入れてからなんですけれども、ここはあれっすね、なんなら、ちゃんと CCT やった方がいいかもしれないですね。うん。で、まあ、ここで、まあ、シャドーボールっていって、おそらく、あ、貼ってくるんですね。貼ってくるのか。うん、貼ってくるなら、まあ、あれかな、シールラード1枚取って、まあ、マリル途中で投げていく感じか。うん。まあ、まあ、貼られちゃったんでね、その分ね、なんだろう、まあ、起点作られちゃっているんですけれども、まあ、シールラード1枚取れてるんで、まあ、いいんじゃないですかね。ルカリオは、アローラサンドパンに圧倒的なんで、うん、なので、まあ、どちらかといえばね、さっき言ったように、なんかもう、ルカリオで無理やり突破するっていうのが、まあ、パーティーのコンセプトみたいなところがあるんで、うん、まあ、それやっていこうかなと思います。で、まあ、ジャレスクを打っていって、これ対面もしかしたら奪われちゃうかもしれないですね。どうだろう。次のジャレ食らってみて、まあ、そこのダメージ感覚っていうラインになってくると思うんですけれども、まあ、こっちの泡込みでジャレで倒せるかどうかはちょっと微妙なラインですよね。うん、なんかちょっと微妙なラインだと思うので、なんなら対面取られちゃうかな。まあでもそれはそれでルカリオで来てもらえるんで、まあ悪くはないのかなと思います。で、まあここでジャレ打っていくんですけれども、うん。まあ相手耐えますよね。うん。まあ耐えた上で、あれですかね、ジャレでこっちを倒してくると思うんですが、まあ起点としてはちょうどいい感じなのかな。うん。で、相手がここで、まあ、ジャレ打ってくるんですけれども、まあ、対面は返されちゃうんですが、まあ、シールド1枚奪ってるので、うん、なんとかなりそうですね。で、まあ、ルカリオ投げていくのかな、ここには。うん、多分ルカリオ、あ、フライゴン投げましたね。フライゴンで起点取りに行ったか。で、出してきたポケモンフライゴンだったら、こっちが先着地してるんで、これはあれなんじゃないですかね。有利なんじゃないですかね。うん。まあ、シルアラルも取ってますし、うん、ここはもうあれフライゴンでゴリゴリ押しちゃっていいと思います。しかもこれ入ったんで、うん、もうこれならもういただきですかね。相手も諦めますね。大さんありがとうございました。相手としてはもう最後ちょっと自利品なとこありましたよね。うん、あそこでアローラサンドパン投げても、ルカリオに追われてボコボコにされて、で、ルカリオのシャドーボールを打たれてみたいな感じになったと思うので、うん、まあどうしようもなかったのかなと思います。で、まあ今回のパーティーなんですけれども、まあもうコンセプトもクソもなくて、とりあえずもうルカリオを気持ちよく使いたいっていうような、まあそんな感じで、まあ、組んだパーティーだったんですけれども、まあもうゴリ押しですよね。もうグローパンチ積んでルカリオの火力でただただゴリ押すみたいな、そんな感じでやったんですけれども、まあ悪くはなかったですよね。まあピクシーの対面なんかね、初手ピクシーの対面なんかまくれましたし、うん、もうピクシーも結構タジタジだったんじゃないですかね。まさかあそこでグロー積んでもうゴリゴリ突っ込んできてシールド2枚使ってやってくるとはちょっと思ってなかったと思うんですけれども、うん。あとまあ裏のね、バクガメスの技構成にも救われたっていう面もあるんですが、うん、まあでもね、まあタイプ相性で不利なピクシーをね、シールド貼らなかったとはいえ、ボコボコにしていくっていうね、あれはやっぱりルカリオしかできない系統なのかなって感じはしますね。
これでね、もうちょっとね、ルカリオが耐久力あったらね、もっと良かったんですけれども、まあ、やっぱりペライポケモンなんでね、まあ、マリルミラー泡でもね、まあ、相当持っていかれるじゃないですか。うん。なので、まあ、あれですね、まあ、シールド必須になっちゃうポケモンなんで、うん。まあ、なかなか扱いは難しいとは思うんですけれども、ただ、まあ、ハマった時の強さはね、やっぱり火力がね、めちゃめちゃあるポケモンなんで、うん。まあ、そこはね、驚異的ではありますよね。で、まあ、このパーティーはね、あと、まあ、注意するべき点として、まあ、とりあえずね、やばいポケモンが一匹いて、あれですね、なんだったっけ、エルフーンですね。エルフーンは本当にね、来てしまったとき、まあ、3匹ともエルフーンに弱いんで、もうルカリオで頑張って突っ張っていって、まあ、無理やりなんとかするみたいな感じしかちょっとね、勝ち目はないというか、まあ、それでも、まあ、厳しいとは思うんですけれども、まあ、エルフーンが出てきてしまった場合ね、かなり厳しい戦いになると思うので、まあ、そこはね、覚悟してね、まあ、やる感じになる、なりますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。